はい、皆さんこんにちは。今日はですね、なんと一等賞1000万円のスクラッチを購入してまいりました。はい、こちら、ゴルフスクラッチでホールインワンという今回ゲームになっております。こんな感じでね、一等賞が1000万円、二等賞が30万円、三等賞が3万円、四等賞が3000円、五等賞が1000円、六等賞が300円という形でございます。まあ、ルール説明はこんな形で、各エリアにこのボールのマークが、ね、入っていたらそこが当選の獲得の等数になりますので、はい、頑張っていきたいと思います。はい、まず1枚目いきます。1ゲームからいきますね。どこから削っていこうかな。このバンカーから行ってきましょうか。もうこのバンカーに入っていればその時点で外れですからね。お、うわ、入ってるやん、もうマジか。バンカーに入ってたらあかんやん。っていうことはここの1のエリアは外れですね。全部削ったところで何も出ないですが、このような感じでなってますので、この中にねボールが入っていってたら当たりだったんですけど、入っていないので外れという形になりますが、まあまだゲーム2が残ってますんでね。このヒキポチャから、うおー、ヒキポチャに俺やっけ。なんなんこれ、俺がやるとこやるとこ全部出てくるやん。そういうパターンか。いや、まだゲーム3があるからね、諦めないね、諦めないでってマヤミキさんが言ってくれると思うから頑張ります。よし、これで綺麗になったかな。ちょっとね、A 型なんでね、綺麗にね削りたくなるこの気持ち分かりますか。皆さん外れててもね、綺麗にしたいなっていう気持ちになるんですよ。さあどうしよう。ここはあえて6等から行く。なんか見えたぞ。見えちゃいけないものが。マジかよ。外れかよ。こんだけ削るとこあって。もう、イケポチャにしかないやん、ボール。バンカーかイケポチャ。はい、ということで1枚目はハゼです。すごいな、この量が。はい、2枚目いきたいと思います。2枚目いきます。この4つからピッピッピッと順番にいこうかな。ない、4ない。お、このポチャ打てもないぞ。バンカーか。バンカーですね、やっぱりな。ポチャになかったらバンカーやろ。そういうことですもんね。はい。じゃあ2ゲームいきます。まずバンカー見て、まずイケポチャ見るやろ。あー、イケポチャありましたね、もう。はいはいはい、外れ。はいはい、外れですよ。はい、外れですよ。3ゲーム目いきましょう。このイケポチャかな。お、ないぞ。バンカーやろ、どうせ。はい、バンカー。はい、いえ。外れしかないやんけい。ドキドキ感が一個もねー。
速攻だってバンカーかね、イケポチャしてるもんね。はい、2枚目も見事に外れでございます。3枚目いきます。3枚目の1ゲーム、イケポチャ。お、イケポチャちゃうぞ。でもバンカーやねんな、これどうせ。はい、バンカー、オッケー、終わり。もう、イケポチャかバンカーとかやめて。もっと楽しませてほしいな。頼むしましてよね。次2ゲームいきますよ。またイケポチャ。あ、イケポチャ、もうイケポチャやん。ダメですね。もうすぐ分かってしまうっていうのがちょっと悲しいところですね。このスクラッチの削るとこはね、楽しいっぱいあってね、いいんですけど。では一等賞から削りましょう。まあいいんでね。一等賞、三等賞、四等賞、五等賞、六等賞。お、入ってたぞ。びっくりした。はい、300円ゲットでございます。3枚目にしてやっと1枚取りが出ました。やった。はい、ということでこの6等のところにボールが止まってるので6等の300円ゲットでございます。よし、4枚目、反対から削っていったらいいんか。1いきますね。というか、なんか。あー、やっぱこっちにあったか。はい、1ゲームは外れですね。いきます。はい、外れ、外れですね。3ゲーム目いきますよ。イケポチャかな。バンカーだろ。はい、バンカー。はい、外れ。4枚目外れですね。はい、4枚目も外れでございます。やばいな、消しカスが。はい、これで半分でございます。いきますよ、ガーンと。はい、バンカー外れです。もう外れやからもう削らない。よし、2番目、時間短縮。いないな。はい、外れ。3枚目。はい、外れでございます。5枚目も外れ。次6枚目いきますね。6枚目、1ゲームも外れ。
2ゲーム。はい。3ゲーム目。お、いないぞ。お、いないぞ。いないぞ。これは来たか。まあ、こっちから攻めていこう。なかなかね、ドキドキ、ドキドキ。一等賞、二等賞はないね。1000万円と30万円はないですね。どっかにおるはずなんですけどね。3等賞3万円もないね。4等賞3000か。4等賞もそんな狭いところに入れんだもんな。5等賞で1000か。おお、これ大きいぞ。どこにいる？おお、来た！まさかの？来ました。久々ですね。来ましたよ。来た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 。これですよ、これ。はい、こちら5等賞が入ってますので、1000円ゲットでございます。いいね、1300円ゲットだ。じゃあ、どんどん削っていきます。湖を削って、ない、ケポチャではない。え、何枚目だったっけ。ごめんなさいね、いつも1,2,3,4,5,6 7枚目でしたね、失礼しました。バンカーになかった時のドキドキ感は半端ないですね。意味ないね。3ホール目。はい、外れでございます。8枚目いきます。リズムからいきます。ない、バンカー。水に来ましたね。バンカーあったね。はい、外れです。あと9枚目。 3, 2, 1, KO。 2枚目きつい意味ないから。お、ねえぞ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 。よしよしよし、来た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 。来ました。え、なんか見えてないか、これ。6等。見えとれんけー。楽しみだ。当たってしもうた。来ましたね、久々の6等。どっち、でも5円でやるからかな。100円だった方がいいかな。6等が当たりましたので300円ってことで、ただいま1300円、1600円かな、1600円は返ってきております。半分以上は返ってきてますね。最後ラストです、10枚目。次、一発でサッと来てほしいな。3ゲーム行かずに。これ絶対ボールあるかな。はい、バンカーで。2ゲーム行きますよ。バンカーで。外れですね。3ゲームラストですから。出てくんなよ。OK。いいよ。出てくんなよ。あれ出て終わりなんで、これから攻めていきますね。一等賞、二等賞はもちろんないと思います。
三等賞もないですね。四等賞、五等賞もないですね。ということは六等か外れ。ああ引っ張ったけどやっぱり外れだった。はい、ということで1000万円のスクラッチ、ゴルフスクラッチはこの通りですね。6等賞と5等賞こちらの6等賞で結果1600円っていうことになりました。久々にねちょっとね5等で1000円が出たのでちょっと興奮しましたが、まあ、1000万はちょっと獲得できませんでしたが、今回も楽しくできました。はい、またどんどんスクラッチいっぱい購入してるんで、どんどん削っていきたいと思います。皆さん視聴ありがとうございました。